氷川ワキヨ自身をスカウトした第四人と2ショット。18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした。歌手の氷川ワキヨが20日までにインスタグラムを更新。自身をスカウトした第四人との2ショットを披露した。写真、氷川ワキヨスタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も4枚。氷川が投稿したのは作曲家の水森秀夫と自身の2ショット。 写真にはにこやかな表情で並ぶ二人の姿が収められている。投稿の中で氷川は水森と食事を共にしたことを明かしつつ、1995年高校生3年生の時に NHK の勝ち抜き番組に出場し作曲家の水森秀夫先生にスカウトをしていただきました。とコメント。続けれ。 1996年に高校卒業と同時に18歳で福岡から東京に上京。3年半アルバイトをしながらレッスンをしていただき、山田清という名もない若者にプロ歌手への道を作ってくださった大音人であり歌の師匠です、と綴った。さらに氷川は水森について、氷川清のデビュー曲の箱根八里の半次郎から大い追っかけ音次郎、 清のズンドコぶし、星空の秋子、白雲の城その他、たくさんの作品を作っていただき今があります。と振り返り、18歳の頃が昨日のことのように感じる時間でした。と綴っている。氷川清、氷川清、ヒカ1977年9月6日生まれ。福岡県出身。 2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶし。 で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール帳×ひかわきよし企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。タレントみんなやめんじゃないのと、木村拓也、 51の LINE メッセージにスタート社長が涙した理由。これを我慢しないと売れないから、帝国崩壊から1年、ジャニー北川の財が明るみに出るまでから続く。画像、チョ待てよ、キムタクと草薙が6年ぶりに再会した日、木村拓也がインスタにアップしたもの。こジャニー北川氏による性加害問題を受け、ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。 が被害者への保証終了後に廃業する方針を示してから1年が経過した。所属タレントのマネジメントを担う会社として新たに設立されたのが、スタートジュリー氏にあって、モンスターの印象はなく、社長就任のきっかけは、旧ジャニーズ事務所の前社長、藤島ジュリー慶子氏からの誘いだった。NPO の知り合いからジュリーさんと会ってみてくださいと言われました。 まあ、むちゃくちゃ驚きましたよね。一連の報道を目の当たりにしているので、どうして自分が呼ばれたのかいろいろ考えましたよ。複雑な思いを抱えながら、ジュリーさんと会いました。会見の一週間後くらい、10月10日か11日です。初対面のジュリー氏は、憔悴しきっていたという。ジャニーズ事務所の廃業を決めた後でしたからね。一方で、 極めて優れた音楽プロデューサーの方だなという印象も受けた。一部で報道されているようなモンスターの印象はなく、ロジカルな話し方をされるなと思いましたね。ジュリー氏はエージェント性について、いくつも質問をしてきたという、アメリカの仕組みや具体的なビジネス上の問題について聞かれました。僕は7年前から、ノンことノーネンレナのエージェントを務めています。 それに2019年の厚生取引委員会のスマップ問題、ジャニーズがテレビ局に対し、対処したメンバーを出演させないよう圧力をかけた場合は、独占禁止法に触れる、恐れがあるという注意処分が起きた際に、メディアの取材を受けて、タレントの自由とは何かという話をしていた。ジュリーさんからは、すごく細かい質問もありました。最初のオファーは断った。当初、 福田氏は社外取締役への就任を頼まれたという。新会社の社長は当初保証問題を扱うスマイルアップ。社長の東山則之が兼任することになっていた。だが、東山が保証問題に専念することになり、福田氏に白羽の矢が立った。最初に社長のオファーをいただいた時には一度断りました。 こんな重積はとても無理だと。これだけの世間の批判にさらされて、いろんな問題も起きているから難しいと思ったんですけど、心変わりには、いくつかのきっかけがあったんです。その一つは、東山の存在だった。エンターテイメントだ。同社の福田厚志社長は、昨年末に、週刊文春で150分に及ぶインタビューに応じ、就任の経緯や、 一番最初にあった。という木村拓也とのやりとり、やめジャニとの共演、スマップ再結成の可能性についても答えていた。当時の記事を全文公開する。書出週刊文春2023年12月21日号。年齢、肩書きは当時のまま。1999年から始まった小ジャニー北川氏の性加害キャンペーン報道。 以来、現在に至るまで、旧ジャニーズのタレントは一度たりとも個死の取材を受けていない。福田市という新たな地が入ることで変化は生じるのか。これから文春でインタビューを受けてくると社員に告げたら、皆、青ざめていましたよ。本当に大丈夫ですか無事に帰ってこられるんですかって。戦場に行くわけじゃないんだから、笑い。 150分に及ぶインタビューの最中、福田敦志新社長58は、こんな冗談を飛ばすのだった。日本の芸能界を厳しく批判してきた。12月8日、旧ジャニーズ事務所からタレントのマネジメントを引き継ぐ新会社の社名が、スタートエンターテイメント、スタートエンターテイメントと発表された。新たな経営陣も発表され、 代表取締役 CEO に就任したのが、株式会社スピーディ代表の福田氏である。福田氏は新会社が採用するエージェント制の日本における先駆けとして、7年前から女優、ノンのエージェントを務めていること知られる。遺跡や独立が認められない奴隷契約や人気タレントを出演させる代わりに、自社のタレントを押し込むバーター出演。福田氏は、 そのような球体依然とした日本の芸能界を厳しく批判してきた人物であり、その絶望は旧ジャニーズ事務所に向けられてきた。そんな福田氏がなぜ社長に就いたのか。新社名の発表直前、古紙の独占取材に応じた。